今週のはしかりは、歴史の香りを色濃く感じられる街、登米特集。自然、グルメ、文化、とっておきの登米市をご紹介します。小麦を使いまして、野菜をふんだんに入れさせていただいてます。ハット汁のお店でございます。長時間煮込んだスープと一緒に入ったハット、お醤油ハットと、それからレンタンでコトコトと、溶かした小豆と一緒に和えた小豆ハットの2種類食べられる一番人気のセットでございます。出汁をですね、とにかくいろんな野菜から出して、で濃厚なんだけれども優しい味ということで、それはもう醤油ベースのスープ状のハットになっております。小豆ハットはですね、甘さを控えて、そしてこれもまた優しい味を目指して作りさせていただいております。今の味は祖母から母に、そして母から私に受け継がれた味ということで、これからもですね、優しい味を伝えてまいりたいと思っています。すべてを優しい味で包ませていただいております。ぜひ皆さん、どうぞお越しください。はしかりでは皆さんのおすすめを募集しています。ご覧の SNS にグルメ、スポット、お気に入りなど投稿してください。お待ちしています。